カメルーンとフランスのサッカー選手。カメルーン代表。ポジションは FW。アンジェ・ s c o の下部組織出身。2012年4月にリーグルに所属するトップチームでプロ初出場を記録した。その後、US ジャンルダルク・カルク風、アミアン SC に期限付き移籍した。2015から16シーズン終了後に放出された。 2016年7月にフットボールリーグ1のウォルソール FC のトライアルに参加し、練習試合にも出場したが契約にはたどり着かなかった。2016年8月23日にスイスチャレンジリーグのセルベット FC と契約。23得点を挙げて得点王に輝いた上にクラブも3位で昇格した。2017年7月2部で得点王に輝いた。 彼には多数のクラブから関心を寄せられたが、スイススーパーリーグの BSC ヤングボーイズに移籍が決まった。一籍後初シーズンにクラブは32年ぶりの優勝を記録した。その優勝を決めたのは4月28日の試合で、彼はこの試合で89分に決勝点を叩き込んでいる。翌シーズンも15得点を挙げて連覇に貢献した。 2019年9月14日のスイスカップでは、自身初となる、ハットトリックを記録し11から2の対象。同月19日には、UEFA ヨーロッパリーグ2019から20、グループリーグの FC ポルト戦で得点を記録し、UEFA 主催試合初得点も記録した。11月24日にもハットトリックを記録したが、相手のパイキムカサミもハットトリックを記録したため、 新章であった。2019から20シーズンは32試合32得点の大活躍で得点王に輝き、リーグは3連覇目、カップも制したためにダブルとなった。FIFA コンフェデレーションズカップ2017に臨むカメルーン、代表選考メンバー30人に入ったが、本戦参加メンバーからは漏れた。同年9月4日に行われた 2018FIFA。 ワールドカップアフリカ3次予選、ナイジェリア代表戦で代表初出場を記録した。聖腕聖務であって、聖務ではない。ありがとうございます。